大会もし優勝したらお酒飲み行きませんか。あ、いいんですか。もちろん。逆にちょっとそちらの次元にお邪魔して飲みに行きましょうよ。次元またぐんで、あ、もう一回送ってもらっていいですか。はい、送りました今。ありがとうございます。これをで、あ、すいません、なんかお、びっくりした。え、今日ってなんかお話しする感じでしたか。あ、いや、そんなことないです。あ、そうじゃないですか。よろしくお願いします、サロメさん。すいません、ちょっと今日お話の日だっけと思って今。いや、全然、個人的に。そうそう、個人的に。いや、もう。そうなんです。あ、じゃあ逆に邪魔してしまったかもしれません。いえいえ、もうとんでもないです。また。あ、全然、もう、ええ。あ、気になっちゃった。そう、配信中ですか、サロメさんは。え、してません。あ、そうなんです。してないんだ。え、すいません、ちょっと。あ、ごめんなさい、配信中なんです。あ、ごめんなさい。あ、そう。そう。あ、一応配信します、すいません。あ、どうもすいません。すいません、ごめんなさい。すいません、配信中にお邪魔してしまってごめんなさい。あと100万点まで調べてす、よろしくね。今完璧に配信じゃないと思って配信してしまいました。すいません、最初にごめんなさい、失礼いたしました。いや、最初に言うべきでしたね。申し訳ございません。いえ、あの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、100万点サロメさん。あ、いや、バラです。100万点バラサロメさん。あ、バラです。100万点バラ。はい、あ、サロメさんででもいいんですよね、多分ね。あ、サロメで大丈夫でございます。いや、もうあのみんな知ってましたよ。このうちのあの視聴者もみんな、あ、おじさんおばさんがみんな知ってました。あ、ありがとうございます。ね、すごい有名な方みたいで。あ、いやいや、そんな皆様の方が、いや、そんなバカな。いやいや、そんなバカな。文字ですよ。